リボスイッチ、リボスイッチ、ライボスイッチとは、mRNA 分子の一部分で、低分子化合物がそこに特異的に結合することで、遺伝子発現が影響を受けるものを言う。リボスイッチを含む mRNA は、標的分子の有無に応じて直接それ自身の活性調節に関与する。ある種のリボスイッチが関与する代謝経路は、数十年前から研究されてきたが、 リボスイッチの存在が明らかになったのはごく最近で、最初の実験的確認は2002年のことである。この見逃しは遺伝子調節は mRNA ではなくタンパク質によって行われるというこれまでの思い込みによるものであろう。現在では遺伝子調節機構としてのリボスイッチが知られ、今後もさらに多くのリボスイッチが見出されると予想される。 これまでに知られているほとんどのリボスイッチは、細菌で見出されたものであるが、植物と一部の菌類でもあるタイプのリボスイッチ、TPP リボスイッチが働いていることが明らかにされている。TPP リボスイッチは古細菌にも予測されているが、まだ実験的に確認されてはいない。リボスイッチは、概念的には二つの部分に分けられる。すなわち、アップタマラと発言調節に関わる。 基本機能である。アプタマーは低分子を直接結合し、基本機能はアプタマーの構造変化に応じて構造化を起こす。基本機能は遺伝子発現を調節する部品といえる。基本機能は典型的なものでは低分子により遺伝子発現をオフにするが逆にオンにするものもある。基本機能には次のような種類がある。次のようなリボスイッチのタイプが知られている。 かつては、タンパク質や人工的に作られた RNA であるアプタマーだけに可能だと思われていた低分子を特異的に結合する性質を天然 RNA も持つことがリボスイッチにより示された。RNA ワールド仮説とは、生命ははじめ RNA だけを利用しており、タンパク質はその後に現れたというものである。この仮説には、タンパク質が持つ基礎的な全ての機能が RNA によっても可能であるという前提が必要であるが、これは蒸気のリボスイッチの発見により裏書きされた。またリボスイッチが生物のすべての境に分布しているという事実もこの仮説を指示するように見える。いくつかのリボスイッチについては RNA ワールドのリボザイムの結合ドメインだけが保存された古い調節システムの名残かもしれないと言われている。 リボスイッチが実験的に示される前にも、いくつかのグループがご基本薬領域に構造を持った RNA と見られる保存された配列、モチーフ、パターンを認めていた。例えば一緒に調節されると予想されていた、いくつかの遺伝子の上流配列の比較分析から、S ボックス、現在の SAM、I リボスイッチ、T ボックス、現在の TPP リボスイッチ、RFN エレメント、 現在の FMN リボスイッチが報告され、そしてある場合には、基準は不明ながら遺伝子調節に関わっていることが実験的に示された。小原民生合成のように長く研究されながら、その調節基準がわからない経路についても、リボスイッチが存在するとの仮説に基づいて、文献情報から部分的に同定している研究者もいる。はじめに触れたように、2002年に、 いくつかの報告で、モチーフと、それまで、調節基準の知られていなかった経路が、リボスイッチによって制御されることが知られた。ある RNA 要素が、リボスイッチであることを証明するには、インビトロではその RNA が低分シリガンドを結合すること、またインビボでは、リボスイッチが細胞内で遺伝子発現を制御することを示すようがある。インビトロでの結合試験としては、イン。 ラインプロビング、RNA の自然分解パターンの違いにより、リガンド結合による二次構造の変化を検出する方法のように、リボスイッチの構造に基づ方法、またゲルロカ試験、リボスイッチを結合した膜を放射標識したリガンドが通過しないのを利用するや、平行透析試験、放射標識したリガンドが RNA を含まない、チェンバーよりも、 RNA を含むエンバーに高濃度で存在することを利用するがある。現在では基礎的な比較ゲノミクスの手法で自動化が進んでいることもあり、バイオインフォマティクスが重要となりつつある。ベレクラはブラストを用いて、カレクサキンバシラス・サブティリスのすべての基本薬領域、ユトアに相当なユトアを見つけ出した。これらの相当配列の一部につき保存された構造があるか調べたところ、 10種類の RNA 様モチーフが見つかった。そのうち3種類は後に実験的に GLMS、グリシン、プリーク1合の核リボスイッチとして同定された。ついで他の細菌群も含め改良されたコンピュータアルゴリズムを用いた比較ゲノミクス研究によりその他のリボスイッチも同定された。リボスイッチは新たな抗生物質の標的となりうる。 実際に、基準が長らく不明だった、いくつかの抗生物質は、リボスイッチを標的として働くことが、明らかになった。例えば、抗生物質、ピリチアミンが、細胞に入ると、ピロリン酸ピリチアミンへ代謝される。ピロリン酸ピリチアミンは、TPP リボスイッチに結合して活性化し、細胞に TPP の合成と輸送を停止させることが、明らかにされている。 ピロリン酸ピリチアミンは補酵素 TPP の代用にはならないので細胞は死ぬ。リボスイッチが抗生物質の標的として潜在的に持つ利点には多くのリボスイッチはゲノムあたり複数あってそれぞれが複数のその多くが不可欠な遺伝子を含むオペロンを制御しているということがある。それゆえ細菌がリボスイッチの突然変異により体制を発達させるには 全てのリボスイッチが突然変異を起こさなくてはならない。とはいえ他の耐性機構もあり、例えば薬剤を排出する輸送体の特異性が変化するなどの場合には、少数の変異だけで済む。しかし不可欠ではないことが示されているリボスイッチも多く、これらは効果的な抗生物質の標的にはなりそうにない。最近、アプタマーを用いた人工的なリボスイッチが、 設計されている。人工的リボスイッチの開発により遺伝子発現やその他の生物機能に関するいろいろな調節が可能になる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。